プレッシャーのかかる舞台で決めています小川航基。さあ今シーズン2度目の PK 成功なるか。決めました小川航基、 PK で1対0、ジュビロ磐田、大きな大きな一歩です。冷静でしたね。この崩し方っていうのは完全に自分たちで崩し切った形ですから、はい、この PK をしっかり決められたっていうことは、まあ、大きいですね、はい。まあ、これでヴェルディはもう2点取らなきゃいけなくなりましたから、まあ、逆に言えば10秒は1点失点しても、ね、大丈夫な状況ではあるんですけれども、はい、